お疲れ様でございます。ポイント活動ポイ活でございます。いつもはねモッピーっていうポイントサイトを紹介してるんですけども、来年あたりからポイントサイトをこちらのハピタスの方にねもう一回振り返っていこうと思います。まあ、このハピタスっていうのは、まあ、モッピーと言ってみれば同じです。別の会社のポイントサイトなんですけども、やり方はまあほぼ同じで、案件もほぼ同じです。ただ案件によってはプライスがちょっと違ったりするんですよね。で、あとはモッピーで終わったキャンペーンが今度はねこちらのハピタスに振り替わってる場合がありますので、ポイントサイトを複数比較検討して最もベストなものをやっていくっていう方法もあります。もちろんポイントサイトのモッピーがそこそこできてる方が2本目の柱としてこのハピタスをご利用いただければなと思ってますんでね、私は10年も前からねいろんなポイントサイトとかセルフバックサイト同時に運営してますんで、最大で40社とか同時にやってましたんで、まあなんてことはないんですけども、最初にモッピーすら定期的に扱えない方が複数の登録しちゃうと収集がつかなくなっちゃったりとかね、あとは仮申し込みして報酬が確定してないのにごちゃごちゃになって失効ってこともありますんで、まずはモッピーをきちんと扱えるようになってから、そしてモッピーを一旦まあ終了してっていうかね、ちょっとモッピーをメインから外して、そしてハピタスの方に、こちら今ご覧いただいているハピタスの方に切り替えるっていう風な手順がよろしいかと思います。また費用ってそのバランスについてお話ししますけども、私の場合はモッピーでこの1年間しっかりやってきたんで、来年からはねハピタスの方に重点を移していこうと思います。で、あとねこういった考え方もあるんですよ。私の場合は法人を持っていますので、モッピーの方で A という法人を申し込んじゃった場合、 B という法人でモッピーでは申し込めなかったりするんですよ。そういう場合 B という法人はハピタスの方から申し込むことによって、同じようなカード、同じような会社のサービスっていうのがそれぞれに受けられるってこともあるんですよね。まあそういったことを狙っていこうと思います。はい、それではね今日のハピタス第1番目は、いろいろと案件あるんですけどもね、ほらエポスカードもモッピーだったら9500円だったのがこっちじゃ8500円とやっぱり違うでしょ。でこういったのもあるんですけども、今日はね結婚式場行ってみましょう。結婚式場と売って検索します。そうするとね、花夢式場見学で出てるでしょ。これは何かっていうと、結婚式場の下見に行くんですよ。で、結婚式場の式場の見学とかね、あとは実際に結婚するとしたらいつ頃ですかとかね、どんなプランにしましょうかっていうプレゼンを受けて、トータルでだいたい2時間ぐらいです。で、その2時間が終わって、じゃあ検討の際は当社の方よろしくお願いしますって形でパンフレットを持ち帰る。そうすると5000ポイントがまあ確定するって感じですね。実はこれね、A8 ネットで私10年ほど前に5、6社行ってるんですよ。でその時はキャンペーンで1社2万円っていうね結構な高額だったんですけども、まあ5、6社行くとすぐにね10万を超えるわけですから、なかなか大きな金額になったなっていうのと、当時まだ私結婚してなかったんですけども、今の奥さんと付き合い出した頃で、まあデート代わりに2人でねぐるぐる回ってたんですよ。でデート費用にもなっちゃったみたいな形で、まあ良かったなって感じですけどね。で通常は2000円ぐらいで式場の下見とかこういった予約ってのをやってるんですけども、今回5000っていうことなんでね結構お得です。10年前みたいに1万円とか2万円っていう時代はもう来ないと思いますけども、でも今回ね5000ポイントならいいでしょ。でその中でいやいや久保さん俺は結婚の予定ないからさって方もいらっしゃると思います。すでに結婚してる方とかね。でもいいんですよ、式場の下見に行って、よしじゃあこれから結婚式場こんな立派なところでできるんだったらちゃんと彼女作りたいな、もしくはね結婚しちゃった方でも結婚式をちゃんとできなかったんで結婚10年目20年目にしてちょっともう一回ね結婚式だけきちんとやりたいんですっていう形で申し込んでいただくってことで報酬が確定した方もいらっしゃいますんでね。だから結婚と同時、入籍と同時に結婚式できるハッピーな方もいらっしゃれば、とりあえず入籍だけしといて落ち着いたら結婚式もねっていう風に考えて3年5年10年経っちゃう人もいるんですよ、ね、そういった方のためにも結婚式場の見学をして
プランの確認をして、あ、これだったら今できそうだなと思ったらやればいいんじゃないかなと思いますね。5000ポイント、5000ポイントってのはね、500、あと5万、5000か、5000のことですからね。でクリックするとこういった形で出てきますんで、結婚式場を探すということで、例えば私だったら広島県の県内全てで検索するといくつかの結婚式場が出てくるでしょね、これだ。こういったところを式場を見る、フェアを見るみたいな形でどんどん予約に進んでいくって形になります。ちなみに今ご覧いただいてるほとんどの結婚式場、あ、全部行ってますね私ね。うん、結構豪華なプランを進められますよ。だいたいね、結婚式一発やると200万ぐらいですね。私の場合は100万円前後で探させてもらったんですけどね。まあでも実際今ね、結婚式って100万かける人って少ないと思いますよ。うん、参加者もそんなにねたくさん来ないですしね。だから20名から30名ぐらいの、まあ、参加者とそれぞれこうねやり取りができるぐらいのプランが適当なんじゃないかなと思います。で最大6万7000分電子マネーギフトももらえるって書いてますね。これはどういうことか今の時点では分かりませんけども、まあ5000ポイントもらった上にまだまだ電子マネーのもらえるチャンスがあるってことですよ。はい、とりあえずハピタスの方ね、こちらの方あの会員登録だけでもしておいたらいいんじゃないですか。私来年からこれモッピーと同じように地道に10万20万30万と狙ってやっていきますんで、でそういった動画を紹介しながら、じゃあこれ使えそうだなと思ったら見ていただいてる皆さんもやっていただければいいんじゃないかなと思います。で今のうちにねこの友達紹介こちらの方をやっていただければと思います。はい、私まっさらからスタートしますね。こちらのハピタスもう10年近くこちらの方やってませんからね。だから同じスタートですよ。はい、同じスタートね。はい、それでは動画概要欄からモッピーのアカウントを今のうちに作って来年からのスタートに備えましょう。これじゃあ